山手自動車の山口恵美です。ヘッダガブラーという女性は一般的にはわがままで意地悪でプライドが高いとか言われていますが、今の稽古の過程で見えてきた彼女は臆病で弱虫で常に怯え続けているとても弱い女性なんじゃないかなと思ってきました。今回初めてイプセンの作品に挑戦しますが、イプセンって意地悪ですね。ヘッダをとことんまで追い詰めます。まあただ観客としては苦しんでいる様を見るのが面白いと思いますので、とことんまでヘッダとして苦しんで、そして鮮やかに破滅に向かっていこうと思います。お楽しみに。